どうも、浪人ハンターです。最近友達から超巨大昆虫をいただきまして、今日はそれをお見せします。もう今更説明とか全くいらないような虫です。みんな大好きなやつですね。ちょっとだけチラ見せ。こいつです。カブトムシです。でかいっすね。立派な個体ですね。おぉ、かっこいい。うわ、音が。超立派です、この子。どでかいですね。おぉ、これは白い紙に乗せた方が綺麗に写りそうですね。よいしょ。微妙。ちょっと明るくしてみましょうか。かっこいいなぁ。正面です。おぉ。いいね。かっこいいですけど、どちらかというと可愛いって思っちゃうんですよね、やっぱり。可愛いなぁ。万歳してて可愛い。この黒目がいいですね。真っ黒でまん丸で可愛いです。足はちょっとトゲついてて痛いですけど。どこ行くんだ。いやー、ここに指突っ込んだら危ないっすよね。危ない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 かわいい。おお、元気です。今ちょっとエアコンついてるんで本来のパワーは発揮できていないと思いますけど、それでも動き回りますね。これめちゃめちゃ力強いんですよね。お、指の方向に威嚇してますね。こうやってリアクションをくれる虫はいいですね。あ、今角下げてますね、こうやって。これ他の虫と戦うときに、ここで角を下から差し込んで、グイって持ち上げて、吹っ飛ばすんですよね。今ちょっと無理やり持ち上げて、かわいそうなことしましたけど、こんな感じで、テコみたいにやるんですよ。いやあ、頭の筋肉だけでやるって辛くないんですかね。首折れちゃいませんかね。いや、かわいい。かわいいけどちょっと、もうちょっと落ち着いてほしいです。わあ、いいなぁ。撫でちゃおう。かわいい。おぉ、あ、やばいやばい。落ちる落ちる落ちる。よく見ると細かい毛が生えてるんですよね。わかりますか？あ、今ちょうどお腹側のふさふさが見えるかな。いいですね、この金色でふさふさで。かわいいですね。この子ダニがついてなくて珍しいなって思いましたね。だいたい野生の虫はダニがついてるんですけど。なんでだろう。まあいいや。かわいい虫です。では、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。次も見てくれると嬉しいです。